下世話なお話なんですけど、うん、大理石だけでどのぐらいかかったんですか？まあそれはちょっといやらしい話、ね、そうですよね。わーお突撃、はい、皆さんこんにちは。こんにちは、チャンネルのお時間です。はい、よろしくお願いいたします、はい、先生今日はどちらにいらっしゃってるんですか？今日はですね、見ていただくと分かるんですけどね、 JR 山手線目黒駅前に来ております。目黒駅。今日は目黒駅からどちらに移動されるんですか？今日はですね、ちょっとこうズズズっとこうカメラ移動してもらえます？はい。あそこに見えません？ビルの上。あれなんて書いてあるんです？あれなんて読みます？目黒外科。そうです。あれは私のクリニック目黒外科です。今日はですね、この目黒外科をですね、皆さんにご紹介したいと思っておりますので、ね。では早速参りましょう。はい、それではレッツゴー。先生先生先生、めちゃめちゃ上手なんですけど、今回は突撃隣の開業医なんです。今日目黒外科チャンネルの収録でしょ？違います、今日は突撃隣の開業医なので、ちょっとここだけは僕にやらせてください。何一緒にレッツゴーだけ、ちょっと嫌かもしれないんですけど。嫌だよ。いきますよ、せーの、レッツゴー。じゃあ早速目黒外科行ってみましょう。行きましょう、レッツゴー。ありがとうございます。6階が目黒外科になりますので、さあ先生違います、目黒外科に行きます。はい、じゃあこの6階に行ってみます、行きましょう。はい、はい、はい、レッツゴー。この見てください、このエレベーター、この昭和のエレベーターですよ。今時なかなかこういうエレベーターで、もう絶滅の危機に瀕してますからね、なかなか貴重ですよ。貴重です。この後、とてももっと貴重なものを見せたいと思います。はい、はい、カメラマンさん、どうぞ。ありがとうございます。さあ、ご覧ください、こちら。はい、今時ないですよ、このような。麻雀のパイみたいなあれですね。もうね、これ昭和の時代からね、もうノスタルジックな気分を味わうことができます。それがね、もう目黒外科に入る前にすでに気分はノスタルジックです。はい先生、到着しました、はい、目黒外科6階にやってまいりました、はい、では早速先生にクリニックの中案内していただきたいと思います。はい、はい、そう、レッツゴー。そうがつきました。はい、行きましょう。うわ、めちゃめちゃ綺麗。なんすかこれ。これもうクリニックの一応待合室になるんですよね。そうです。ありがとうございます。ごめんなさい、さっきですね、うん、ちょっとオープニングで挨拶ができてなかったので、ちょっと改めて先生の自己紹介をしていただこうかなと思います。そうですか、はい、よろしくお願いします、はい、では改めまして、院長の斉藤明と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、科目はどのような科目になるんですか？科目はね、心臓血管外科になりますね、うん、もう下肢静脈瘤がメインになるんですかね、まあ、いろいろ、ね、やってはいたんですけどね、うん、結局のところ専門に特化する流れになっちゃいますね。今はもうね、下肢静脈瘤だけやってます。なるほど。で、ここの目黒の地に開業された。そうですね。開業いつになるんでしたっけ？2017年の6月ですか。もうこれで6年。お、6年目のクリニックですね、はい、ちょっといろいろ見ていきたいんですが、はい、一つ、実は先生 YouTube もやられてるんですよね。まあ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 、まあ僕の実は先輩というか、まだ僕は YouTuber と名乗ってはいけないんですが、 YouTuber ですらないないんですけど、登録者数え何人ですっけ、このチャンネル200人なので、ああぜひ皆さん登録よろしくお願いいたします。先生目黒外科チャンネルもどうぞよろしくお願いします。目黒外科5万今どのぐらいでしょうか？5万1500人。はい、行ってます、ね、まあ、まだ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 、でも100万回再生の動画もありますもんね。まあ、まだね、たったの2本ないですけど。なので皆さんもし開業されるときは、まあ、YouTube をうまく、まあ、使った習慣というのもぜひ目黒外科のチャンネルを見て参考になればと思います。まあ、皆さんね、恥ずか
かしがらずで、ね、頑張ってやってみてください。はい、よろしくお願いします。はい、では早速ちょっと院内ちょっとツアーさせていただければと思うんですが、はい、まあ、いきなりもうインパクト大なちょっと待ち合い室になるんですけど、はい、これなんか石っぽいというか、はい、これ床とかこの辺、はいはい、でこれ何なんですかね、何でできてるの。これはね、高級な大理石です。大理石、高級大理石、高級大理石、人工じゃないやつ、本物の大理石。本物、はい、これ どこまでが全部大理石なんですか。うんと、大理石っぽく見えるものは全部大理石っていうことは、そうですよ、ここ机、あ、机じゃない、待合室も大理石。そうです、そうです。ここ、あ、それも大理石。あ、これも大理石。そうです、床も大理石、うん、全部大理石。そう、その壁もそうですね、全部。これもそうですね、これも全部本物ですよ。これクリニックぐらいの規模で大理石を使うところってそんなにないと思うんですけど、うん、そうですよね。まあやっぱりクリニックっぽくしたがなかったんでね。なるほど、ちょっとホテルっぽい感じにね。まあ確かにラグジュアリーな感じありますよね。そうそうそう、やっぱりね、家よりも下手したら長くここいるわけですから、うん、あ、先生がですよね。そうそう、だからやっぱりね、住居性というか、なんて言うんですか、もう快適なね、うん、空間でいてストレスなくいられるようにしたかったから、まあ、先生がもうストレスなく働ける環境を作ったと。もう家にはね、寝に帰るだけですから。そうですよね。そう、そう考えたら、ね、ここの方が心地よくなってくると確かに困っちゃうんです。そうですよね、これ下世話のお話なんですけど、大理石だけでどのくらいかかったんですか。まあそれはちょっといやらしい話ね。そうですよね。わー、いやー、知りたい方はもしかしたらあのさね、目黒チャンネルでやるかもしれないんで、まあ、今やるかもしれないし、やんないかもしれないですけど、すごい金額。これでも他の先生とかになんか言ったりしたら皆さん驚かれますよ、ね、かけすぎだよって言われますよね、普通は。もう完全に坪単価の工事費、はいはい、もう美容外科クリニックよりも高いよ、高いよって言われてました。これクリニックの全体の平米数とか坪数どのぐらい。ここはね、33坪ですね。だから100ちょい、ちょい平米、108平米ぐらいですか。でもパッと見た感じだと3分の1ぐらいは大理石詰まってます。まあそうですよね。もうここ大事だから、やっぱ顔だから、クリニックの。そうですよね、顔。やっぱね、見えないところに、うん、ね、おしゃれをするのは本当のおしゃれって言いますけど、ね、言いますよね、本当はね、うん、でも私はね、見えるところだけにおしゃれしてます。あえてそうです。でも患者さん見えないところにはおしゃれしないです。そうですよね、はい、患者さんも見えるところにいらっしゃいますもんね。そうです、そうです。見えるところにおしゃれをしないと意味がないです、うん、意味がないです。そうです。なので開業予定されている方は見えるところに見えるところにだけ力を入れて、力を入れてください。見えないところにはとことんお金をかけないで、かけないで。わかりました、ありがとうございます。ということはもうこの待合室の、まあ、先生のこだわりとしては、まあ、大理石というか、まあうね、見た目ラグジュアリーな感じだったりとか、あとこれとかもすごいおしゃれなんですけど、ここのどれ、これここの表彰のやつ、あ、これね、うん、はい、これも増やしてるんですか。これ増やしてるっていうか増えちゃう、増えちゃうんですよね。患者さんが増えちゃって、これちょっと近くで見てみましょう。これ手術件数日本一の査定なんですけど、2020、2021、2022、3連覇。うん、まあ、今年は4連覇目指して、目指して、うん、そう、まあ、せっかくね、いただいたから、はいはい、まあ、飾らないと。そうですよね。でも先生、これ患者さん見たら安心しますよ、この盾ね、あるだけで。まあね、そうだといいんですけど。わかりました。はい、はい、あとちょっと見てみましょう、テレビも、うん、これテレビ何インチですか。これはそうですね、300インチはないです。多分60ぐらい。これ私機械音痴だから、私に聞かないでください。あ、でもな、多分60か70ぐらい、はい、あると思う。これ何流されてるんですか、通常テレビ。これね、普段ね、私があのテレビに出た時にね、あの録画したやつがずっとここに流れてるから、
その下肢静脈瘤の授業をやった時の映像が流れてるので、うん、見てる患者さんはここで待ち合いで待ってる間に、はい、その病気の予習ができちゃうんですね。あと、まあ、その、あ、テレビに出てる先生なんだということでね、うん、事前にもう私は患者さんとの間に信頼関係が出来上がっちゃうというね、一石二鳥なんです。一石二鳥ですね。そうです。待ち時間対策にもなるし、もう、診察前から私のことを信頼していただけるというね、うん、はい、これがまあ一番はもうテレビに出るって結構でかいメディアなんで、うん、やっぱ信頼感、まあ、信頼グッと縮まりますよね、距離感とか。そうだと思いますよ。私が患者さんだったらね、うん、やっぱりそういうなんかテレビに出てるっていう先生だったら、お、なんかすごい先生なのかなとかって思っちゃう。グッと近づきますよね。思うから。うんうん、基本的にはあれですよね。世界で一番、世界で一番受けたい授業。世界一受けたい授業。世界一受けたい授業に出られた時の映像を、うん、まあ、実際流して、で患者さんに予習してもらって、そうです。これ予習してもらうと、うん、例えば患者さん、その診察説明するときにすんなり、うん、例えば話が納得されたり、どういうのがあります。あの、見てきましたって患者さんを言ってくれるから、まあ、流れてますもんね。そう、あ、じゃあもう説明いらないですね、はい、はい、っていう。あ、そう、検査やってても、うん、あ、これさっき見ましたって言われるから、診療の効率化にも役立つ。そういうことです。あ、もう患者さんが事前に予習を済ませておいてください。はい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 、はい、まあ、そういったテレビ出演っていうのはそういう、まあ、面もあるんですね。まあそうですね、認知度を上げるブランディングっていう効果以外にもそういう効果を、うん、まあ、ここでうまく使えばあるってことですね。そうそうそう、実際ね、うん、あの、何も知らない、ね、患者さんに一からちょっと分かりやすく、ね、説明できる内容の授業にちょうどなってたからぴったりなんですね。そう、患者さんにもね、あの、初心の患者さんにはね、とても便利なんですよ。なるほど、ありがとうございます。ってことはもうここでも患者様はラグジュアリーな空間で癒されつつ、先生の動画を見て、うん、事前の予習は完璧、先生の距離感も縮んだ状態で診察を受けるっていう、もう動線ができてるっていうことで大丈夫ですね。そういうことですね。はい、ありがとうございます。では次行ってみましょう。レッツゴー。こういう、あの、診察のね、うん、机なんかも完全にオーダーメイドなんですけど、はい、まあこれ実際使ってみると、うん、ね、想定してたよりも使い勝手悪かったり。悪かったんですね。そうなんです。